どうもなおちんです。本日は戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は上杉謙信使っていきます。大太刀を使うキャラクター珍しいですよね。それでは早速行きましょう。それでは謙信の技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ4です。チャージ2、このチャージに出が早いし範囲も結構広いのでかなり使えます。チャージ4、このチャージ4、使い勝手は結構いいんだけども、最後の月の時に敵をね抜けちゃったらダメージがあんまり入らないんだよね。なのでちょっと距離を置いて使うっていうのが重要です。結構慣れが必要。それでは上杉謙信やっていきましょう。この大太刀を使うキャラっていうのが謙信と、信長様だけなんで、今希少色、希少色でもないか、珍しいキャラではありますよね。でこれ、大太刀は攻撃速度がまあ必要です。最初に使った時がめちゃくちゃヌルヌルしてるなって、ヌルヌルじゃないな、ゆっくりだなって思ったんですよね。でも攻撃速度5ぐらいがついたやつを使った時に、あれこれ意外と良くないって思ったんだよね。で攻撃速度 4じゃない9までいって、で信長で使った時に、あこれはやばいなと、思いました。でそれでついでに謙信まで使ってみると、謙信もまた信長とは違った強さがあってかなりいいですね。ちょっと待って、こう、行って、よし。もう、最近なんかね、あそこの門を越えられることが結構あるからね。あそこの前に兵を置いていくっていうのは結構重要。逃がさないぜ！オッケー。ここでね、中に入られると一発アウトなんで、あそこは絶対止めないといけません。先にいるか？倒す。まあ、基本的に、チャージ2、あれがね、すごく使えるので、あれでどんどん押していっていいです。で、武将が出てきたときに、チャージ4、あれがね、ちょっと離れたときから使っていくと、最後までヒットします。密着状態でね、使っていくと、抜けるのよ、最後の突きが。スッて抜けて、最後のボーンっていう衝撃波、あれもね、当たらないので、ちょっと、慣れが必要です。はい、はい、はい。50体か、ちょっと待ってね。この先の方で一気に、やった方がいいか。ちょっと、あ、お前たちも一緒に、やっつけあげましょう。どうだ、いけるか。おわ一発だね。でも兵をね、太鼓のやつとかを持ち替えたらだいぶ使いやすくなったね。うん、ね、待ち時間が長いやつとかが結構いたから、うん、にゃ終わり、あと一匹。よし、で次行きましょう。この馬に乗って戦うので、大太刀はどうかなと思ってやってみたけども、大太刀はあんまり良くなかったね。馬にはあんまり向いてなさそう。もうちょっと振りが速いやつの方がいいね。大槍とかは結構良かった。あれは結構範囲が広いので、馬の上からでも当てやすいんだけど、大太刀はね、あんまり当てにくかったんだよな。来そうぞ。お前も。あー、ちょっと待って。もう、ヒット数が、
当たらんし、寝とるから。我が性能を阻めるものか。ちょっと待って、ここは引っ掛かる。助けに行きます。破られたら半分ぐらい一気に持っていかれるからね。ちょっと待って、一番先のやつから発見ね。行きましょう。はい、おし、まだ無事だね。門はまだ無事。よし、オッケー。あとはもう一人いたでしょ。天下無双をいただく竜である。もうサクッと倒しちゃいます。はい、でもチャージ2、いいね。チャージ2はいい。そして第4軍が、4陣が出てきておしまいだね。出てくる前にあっち側の武将を1体ぐらい倒しとければいいかな。よし、いくぞ。これ倒しときましょう。置いていってもらおうか。あー、まああれだいたい倒れるんだけどね。倒れなかった。まあまあ戦技で落ち目にしとけるぜ。じゃあな。はいはい、来た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 。行きましょう。うん、最後の一発まで入れるまでもなく倒してるね。相手ではなかったか。ああ、もううっとし。勝機は我らにある。もう銃のやつだがね。そうしんだ。容赦はせぬ。待って、なんか訳がわからなくなってる。横島なる我が聖堂を阻めるものか。あんま減らなかったね。なかなか強いんじゃない。何も残せねえ。防御力高いなお前。防御力がさすがだね。結構しっかりとスキル入れてきてるんだけど。終わり。よっしゃ、じゃあ最後1体急ぐぞ。多分 S ランクいけるんじゃない。あとちょっとなんで。そこだ、活目せよ。さあ敵将、清めてやったぞ。これぞ我が聖堂。はい、かっこいいね。では上杉謙信使ってみました。大立ちを使う珍しいキャラなんで、なかなかおすすめです。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。